はい、今回はですね、斉藤和義さんの歩いて帰ろうという曲のイントロのギターバッキングですね、ここの弾き方を解説してみたいと思います。で、今ですね、ここに出てくるコード名とあと押さえ方、出ましたけれども、ここはですね、パワーコードという押さえ方のコード、これだけを使ってあとは場所を移動させていってコードをチェンジしていっています。で、一番左に出ております F から始まるんですけれども、押さえ方はですね、このようにタブ譜通り押さえていただいて、6弦1フレット人差し指で、5弦3フレット薬指で、4弦3フレットが小指になります。で、このように押さえるこのフォームのコードのことをパワーコードというんですけれども、もうですね、鳴らす弦は3本だけですね、押さえているところ3本だけを鳴らす感じで弾いていただければいいです。ですから注意点はですね、この F のパワーコードの場合は1弦2弦3弦の開放弦とかが鳴らないように、こういう音が鳴らないように上だけ押さえてですね、1弦2弦3弦はもう人差し指でちょっと、ミュートをしてるんですね。当ててこのようにピックが当たっても音が鳴らないようにミュートしています。ですからまずはこのような音が3本だけが鳴っている音っていうのを出せるようにちょっと練習をしてみてください。ですから、まあ、右のこのストロークもですね、まあ、わざとこう1弦2弦3弦まで全部弾く必要はありませんので、なるべく4弦まで、6、5、4弦ぐらいまでを狙ってストロークするようにします。で、あとはですね、出てくるコード、このフォームのままですね、人差し指を5フレットまで持っていってください。そうすると A になります。で、 A をですね、このまま1弦すべて下に下げます。すると D になります。で、 D の時はですね、人差し指が5弦に下がりましたので、もう6弦は鳴らさないですね。ですから6弦は人差し指の先でこう当ててですね、ミュートをしています。で、1弦2弦も鳴らさないですね、人差し指でミュートですね。で、ラストは B フラットと C というコードですけれども、 B フラットは D のこの押さえ方のまま1フレットまで下げます。で、 C は B フラットを2フレットこちらにずらします。ですから F と A は6弦からですね。で、あとの D、 B フラット、C は5弦が人差し指、人差し指5弦を押さえるようにします。ということで、出てくるコードは5つですね、5個になります。で、次はですね、こちらのバッキングパターン、リズムですね、リズムになるんですけれども、ですね、 D まで、コード D までは全て同じリズム、右手も同じ弾き方になります。で、今タブ譜が出ておりますけれども、これの左上にですね、8分音符が2つ並んでまして、これイコール3連符みたいな感じの書き方してますけれども、これが譜面の最初に書かれてましたらですね、全て8分音符こう並んで出てきても跳ねたリズムで弾いてくれと、シャッフルのリズムで弾いてくれという、記号なんですね。ですから、例えばリズムに合わせてですね、通常こういう記号がない場合、8分音符が並んでるとこのように弾きますね。でも、このシャッフルにしてくれっていう風に書かれてましたら、こういう風に弾きます。ですから、リズム的にも、まあ簡単に言えばちょっとこう馬が小走りしてるような、タッカ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 っていうようなちょっと跳ねた感じのリズムですね。このようなリズムで弾くようにしてください。ですから今、リズムのパターンが出てますけれども、8分音符が、1小節目の4拍目からずっと並びますよね。で、ここも通常弾く場合は跳ねないんですけれども、この書き方が譜面の最初に出ている場合は全て跳ねて弾いてください。で、この曲の場合は全て8分音符出てきた場合、続けてこう8分音符が並んでいる場合は全て跳ねて、弾きます。では F からですね、ちょっとゆっくりまず弾いてみますね。1,2,3,4。
このような感じになります。ですからリズムだけのことを言うと、8分音符が並んでいるところやはりですね跳ねてというこういうリズムで弾かないといけないんですね。で、1小節目まず3拍目までは普通に四分音符3回ですね、チャッチャッチャーですね。で4拍目が、ペケが書いてあって、で次に普通に弾くんですけれども、ペケはですね、F を押さえてますけれども、この左手を押さえた、左手をですねパッと力を抜いて、で弦に指が触れているだけの状態にします。そうすると右手ピッキングしてもこのようにハンドメの状態の音が出ますね。でこの音を出る状態にしておいて、右手ストロークして弦ピックで弾きます。だからペケのところはすべてこのような感じに、左手力を抜いて弦に指を触れているだけの状態にして音を出してください。で次に、ペケじゃなくて普通の実音を出さないといけないので、アップストロークで普通に音を出します。ですからカラピックと言いますけれども、このペケのところと実音ですね、これを交互にまずペケカラピックで実音カラピック実音、まずこれがスムーズにできるようにで慣れてくれば、これが、シャッフルのリズム、跳ねたリズムで弾きますので、タッ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 と弾けるように練習をしてみてください。でポイントはまあそこだけですかね。であとは注意点は下に書いてます、ダウンアップのストロークですね、これはもう書いている通りに練習をしてください。ですからダウンダウンダウンで、次もダウンアップで、2小節目もダウンアップで、次2拍目もで、3拍目2小節目3拍目は、2つとも弾きますね。でラストは四分音符ダウンで弾きます。ではもう一度ゆっくり弾いておきます。ワン、ツー、スリー、フォー。このような感じになりますね。ですからまず F を4小節ですから、この今タブ譜をもう一回繰り返しますね。で次も F になります。でその後に A ですね。でその次 D ですになります。で最後、ちょっと別のタブ譜、リズム譜が出ましたけれども、B フラットから C に行くとき、これはですね今出ているように1小節目から2小節目スライドですね、スライドで弾いてください。ですからポイントはですね、2小節目の頭のダウンを、空振りします。で空振りをしている間に B フラットのパワーコードから C までスライドさせます。ですからこれもゆっくりちょっとやっておきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。このような感じになりますね。ですから、ダウンを空振りしてスライドするところですね、ここはこんな感じです。チャッチャッチャーチャーチャッチャラダッチャラダッ、ここの部分だけきっちりまずできるように、チャラダッチャラダッ。で今度はメトロノームなしでゆっくりまた弾いておきます。ワン、ツー、スリー、フォー。このような感じになりますね。でとにかく初心者の方にはちょっと難しいんですけれども、1小節目から2小節目に行くスライドのところ、ここをやっている時もですね、ずっと頭の中はシャッフルの跳ねたリズムっていうのを意識できてないと、ダメなんですね。ですからそのところですね、ちょっと、できない方も多いかもしれないんですけれども、ちょっとシャッフルをずっとですね頭の中でこう鳴らしながら弾くっていうのがコツですかね。ですからジャッジャッ
チャータッカ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 っていう感じで頭の中でこう言いながらで実際に弾くっていう感じですね。一度口で言いながらやってみましょう。タッカ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 。もう一度いきます。タッカ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 。このような感じですね。これができる方っていうのはもう完全にシャッフルを意識しながら弾けている証拠ですので、これができるかできないかですね、ちょっとご自分で弾きながら試してみてください。で、この基本パターンがですね、だいたい弾けるようになったとおっしゃる方はペケのカラピックのところですね、ここ空振りにして弾くっていうのも非常にいい練習になりますので一度やってみてください。ではちょっと空振り入れてですねやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。このような感じですね。ということでですね、簡単に歩いて帰ろうのイントロ部分ですね、このギターバッキングを解説してみましたけれども、ギターのバッキングですね、コード弾きのバッキング、いろいろなコツとかですね、弾く上にあたってのポイント注意点なんかがあります。で、そういうことについてですね詳しく丁寧に解説しました、初心者の方向けのですね教則 DVD というのがございます。で、こちらの DVD はですね、アコギとエレキどちらにも対応しておりますので、初心者の方でですね、ちょっとコード弾き、どのようにしたら上達するのかわからないとおっしゃる方には、様々なヒントが盛り込まれておりますので、ぜひですね、ホームページだけでも一度チェックをしてみてください。で、今画面上にバナーが出ているとおっしゃる方は、そちらをクリックしていただくとホームページの方が開きます。バナーが表示されていないとおっしゃる方は、この動画の下の動画説明欄の方にホームページの URL を貼り付けておりますので、そちらをクリックしてホームページの方をチェックしてみてください。